down to earth. よし、興味あるか。ってことでね、マンハッタン TV のゆうすけです。うん、興味あるよ、勉強するよ。で、今日勉強する言葉はこちら、Down to Earth。Down to Earth。で、この Down to Earth なんだけど、まあ日本語で直訳すると、まあ現実的なとか、あとは、まあ、地に足ついたみたいな意味があります。で、これはね、よくね、褒め言葉として使えるんで、少し言っていくといいかなと思います。で、要はまあその、いるじゃないですか。なんか友達とかで、もうすごい現実的にコツコツ頑張って、なんかこう、変な突飛なことも言わないし、しっかりやってる人。まあそういう人のことを、Oh, he's so down to earth とか、She's so down to earth とかね。まあそういう感じで褒め言葉として使います。要は、まあしっかり現実を見て、しっかりやってるよねっていう感じのことなんで、これ以外知っておくと、いいかなと思います。使える場面も出てくると思いますよ。まあそんな感じだな、今日はね。うん。ってことで、まあ、なんでこれ便利なんでね、しっかり覚えて、周りの友達に対して使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日こんな感じで終わろうかな。ってことで、この動画が役に立ったなと思ったら、いいね押して、チャンネル登録お願いします。じゃあ。